ジロじゃん。あのさ、学力テストのことだけど。ごめん、今日カラオケ誘われてんだよね。テスト大丈夫なんだろうな。大丈夫っしょ、なんとかなるって。苦手な教科とか範囲でわかんねえとことかねえの？わかんないとこか。範囲ってどこだったかな。渡辺、目を見て話してくれ。帰ろ。無理無理、呼ばれてんだもん。友達とはまた遊べるだろう。違うの。友達ってか男子が呼んでんの？男子って俺だって呼んでんだろ。わかったわかったから、もうもうやだ、休憩。やべえぞ。なあ、もうちょっと頑張ろうぜ。一緒に考えるからさ。ねえジロー、今日より楽しいことしようよ。ジローのしたいこと一緒にしよう。勉強だ、勉強しろ。苦戦失敗した。終わった。疲れさん。だから余裕って言ったでしょ。マジ天才かもしんない。ありがとう、ジロー先生。今絶対ドキッとしたっしょ。ほら片付けて飯食うぞ。飯やめろ、ほら片付け。じゃあさ、これは？ドキドキした？待て、ほれ見ていいぞ。やべえ、これいつものパターンじゃねえ。負けてんじゃねえぞ。なんでよ。すっごいよ、ジローの心臓の音してるよ。ちょっと、え、早くどい、何マジな顔してんの。ちょって聞いてんの。